まあ、今週は、日曜日、まあ、土曜日の予選までに、木金で、まあ、しっかりと組み立てていくことができて、しっかり戦える状態にもできて、まあ、レース1、レース2ともにいいペースで走れて、まあ、一番いい週末になる可能性が一番高かった、まあ、週末でしたけど、まあ、ちょっと足りないところで、転倒に巻き込まれたり、まあ、最後打たれて、まあ、2位になってしまったり、まあ、もう一ペースあったらどちらももっと楽なレースになって多分勝ててたと思うんで、まあ、次に向けてそこを改善していきたいと思いますし、まあ、チームもよく自分のために働いてくれて、まあ、また次に向けて頑張っていきたいと思います。